にちは、赤ちゃんです。今日は、こちら、じゃじゃーん。ミニスポーツゲーム、ボーリング。今日は、こちらのボーリングを買ってきました。このボーリングのおもちゃを使って、チップちゃんとボーリングバトルしたいと思います。さあ皆さん、僕とチップちゃん、どっちが勝つと思いますか？アンケートつけてみるので、よければ、ぜひ予想してみてください。ちなみに、チップちゃんはボールとなって、ここにおやつを置きます。何ピン倒せるのか。ボールがね、ちょうど2つあるので、これで戦ってみたいと思います。まず開けてみよう。うわあ、すごい、こんな感じなんだね。で、ここにピンを並べて、赤色の線欲しかったな、ピン。赤色の線があるとさ、本物っぽいよね。こう乗せて、あれ？ピンの数がちょっと少ない。ピンの数が2本少ないね。はい、並べました。ちょっと見にくいかな。いくよ。ここに球を乗せて、これでシュートってどういうこと？あ、こういうことね。いくよ。おー！結構倒れた。次、黄色の球だね。角度つけれる？つけれない？角度は。まっすぐしかいかない。ってことは、一回ずつだね。最初に倒したピンの数が6本。そしたら次、黄色の球、2回目だね。ちょっとね、ボーリングとはルール変わっちゃうんだけど、2回で倒したピンの数にしよう。うわぁ、ちょっと待って。これなんか磁石でくっついてくれると嬉しいなぁ、なんて。ピンは上手に並べたけど、よし！はい、いきますよ。次、黄色だっけ。もうこれ固定しておかないと。そーっとやんないと。気をつけてね。よし、いくよ。せーの、ポン。おー、また2本残ったから、また6本、6本6本で12本ですね。え、すごい。わかるかな？この黄色とかわかりやすい。こういうね、模様がリアルです、ボールの。ほら。すごいリアルだね。こういうとここだわってる。ピンもね、赤くしてほしかったなぁ。チップ選手の入場でーす。さあ、チップちゃん。さあ、チップ、入場です。見て、チップ。よいしょ。あ！あ！うわー！ストライク！でも、おやつ食べないね、チップ。やばい、チップが来た。2投目。うわー！お！3ピン残し。あ、2ピン残し？ 2 ピン残し。チップの優勝。優勝だからね、今日はこれあげるよ、チップ。もういらないの？控えめだね。よし、これぐらいだ、チップ。おしまい。うん、偉いね。ということで、チップちゃんとボーリングでした。バイバーイ。そう、この前ね、動画でさ、チップちゃんのことを僕さ、ティップとか言うからさ、視聴者さん間違えて、ティップちゃん可愛いみたいなコメントしちゃってて、間違えて名前覚えちゃってた。すみません。ティップじゃなくてチップでしゅ。